ちゃん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 、おい、やばい、私の視聴者もっくんしかいない、もっくんしかいないんだけど、あ、いた、ありがとうございます。なんか遅いよ。なんで遅い、なんか遅れてる、気のせいか。こんばんは皆さん、あ、来た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 、ありがとうございます。ねえ、お水木さん眠たい、今日とてもとても。ツンツンチュ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 ン、おみばんは、おみばんは、焼きそばさん、おみばんばあば、おみばんはです。こんばんは。なんかさ、何しよったとサッカー見てましたよ。でも眠くなっちゃって、もう、お昼は忙しかった。お昼は忙しくて、夜じゃない、さっきサッカー見てご飯食べてました。あ、カジノフォンテンさんもツンツンしたいんだけど、逃げていく、ツンツンしたい、やばい、ツンツンできない どんどん逃げていくさね。なんでなんで、ええ、できた。なんかさ、めっちゃ眠いよ今日は。そういう暇ありますよね。やばい、ちゃんちゃんできないよー。ごめん先生、王子さん、サッタンさん、鈴鹿さん、ねえ、坂向けがめっちゃ痛い。お話し会の日のお洋服方まだ決まってないっすね。こんばんは峰松さん、つんつんありがとう、ありがとうございます。ねえねえ、お話し会どんな服がいいと思う？コスプレがいいと思う人。普通の可愛い服がいいかな。普通のっていうか 普通の、どんなのがいいと思う？さとしさん、プロニートファミリー、たまちゃん、スパイク履いてくる、絶対見えんやん 普通の可愛い服、可愛いの買いに行かんといけんな。ハート連打したらツンツン通知画面が一瞬でいいや そうなの？そんなのあるとかな？3回誰かと思ったよ。ダムーン、ダムーンイットって何？いや 切らんでいいわ、やばいやろ。ミニスカもさ、スクミズもさ、見えんよね。そんな服ってそんなこだわらんでいっか。ほぼ見えないしね。見えるかな？靴下も見えないじゃん。お母さんのお洋服借りるか、取り行くか。なんかさ、長崎帰りたいの私。なんか帰りたくなってきちゃった。もう帰りたいな。見せるようにお願いします。何何よ何よ 誰なの？久保くんかい 試合疲れたって、素晴らしかったよ私。大きな声でも立ち上がって両手上げましたね。何これ、ありがとうございます。谷口さん、かっちゃんありがとうございます。ラッパだ、トランペットか。畜生って意味よ、ジャックがよく言うの。なるほどね、ジャックと豆の木か。ホームシックならないってそう言ってたんだけどさ、もうなりそうなの、なりそうでさ。サッカー見てたよ。なんか1点目入った時も大喜びしたけどさ、なんか伊藤選手のなんか 確かに久保君が伊藤 伊藤選手ややこしいわ。なんかもう、なんか気持ちよすぎた。伊藤選手のシューンってさ、シュート。気持ちよかった、なんか見てて。すごい、なんか楽しかった やばい、なんかね、眠たくてかな、なんだろうな、頭が迷っ、あの、回らんくなってきた。韓国20、言っちゃダメやん、そしたら。あ、違う違う。韓国の試合がってことか 日本の、韓国時間23時からかと思った。やっほー。
ねえ、伊藤選手すごい。本当に30分。そうね、本当だよ。本当に30分。私もう寝るけん。絶対に寝るぞ、今日こそは。ねえねえ、あのね、ついにね、みんな、みんな、ついにですね、今週末、今日早く寝れそう。ねえ、みんな聞いてよ。スクショ止まらず、スクショせんで。ねえねえ、ついにね、フィジーちゃん帰ってくるんですよ。結婚おめでとうございます。何の話よ。フィジーちゃん帰ってくるんですよ。っていうか、帰ってきてるっぽい、もう。隔離されてるんです、今。で、私んとけんか、週末に来るんです、遊びに。フィジーちゃんが帰ってくるよー。そう、今ね、隔離されてるんだって、なんか、空港の近くのホテルとかかな？わかんないけど。フィジーの水飲んでて、嘘ばっかり。どんな水よ、それ。コスさん、こんばんは。ロケットスニーカーさん、こんばんは。え？お土産買ってきてくれとっかな。2週間もせんって言ってたよ。だって3日ぐらい、なんか陰性だったら多分3日とかでいいんだよね。確か。浅草って何があると？落ち着きないから。ねえ、なんでよ。フィジーだよ。フィジー。あとで写真送るわ。本当に？どんな水なの、それ。フィジーの水って。っていうかさ、なんか面白かった。ツイッターでいいねされとるの。なんかさ、もっくんのさ、なんかインスタの、あ、違う違う、ツイッターのなんかコメントに、指原さんがいいねしてるの。めっちゃ面白くない？すごすぎる。羨ましかー。え 羨ましすぎるよ。指原さんからいいねもらってるんですよ。すごくない？浅草はライモンか。ライモンか。すごいよね。かりんちゃん、新しいアイドルグループにデビューになったね。そうだ、なんか言ってた。そうだ、すごいね。アイドルデビューだ。再デビューか。素晴らしい。雷門ね、ちょっと待って。マジで私今日眠いとさ、マジで雷門か。うわー、マジで悔しい。ちょっと待って、雷門はちょっと読めたはず。え、ちょっと待って、ライオンじゃない？ライオンじゃないの？ え、でもライって読めますよね、雷で。私もアイドルデビューしようかしら。一緒にしますか？ AAA さんみたいに。 あ、けんちゃん、こんばんは。ライモンじゃない？フロンターレの、ま、アイドル担当みたいな感じなのかな。僕しましょう。いやいや。久保くんが、まあ、しっくりくるか。うびさん、こんにちは。人のツイート勝手に見てないよ。教えてくれたさ。指原さんはさすがにちょっとビビったっていうか、すごいよね。指原さん、どういうこと？やばいよね。スクショ100万枚撮るわ、私。久保ですよ。そうだよね、久保くん。浅草ですね。ぜひ上手なりじゃないもんって。え、ライモンがスタンダードなんじゃない？多分。おみずきもアイドルだもんなし。そうだよ、おみずきアイドルだよ。でも私、ダンスあんま上手くないけんさ。ダンス上手くないけん。もうそんなできない。すいません。おみずきのいいね100回分。どういうこと？おみずきの。風雷神門。え、そうなんですね。風雷神門。家に来たら汗ね。やばいよね。お水木さんから、え、マジ、あるか、あるある。
歌、歌も もうダンスやっとこ、やっとこかな、練習しとこかなっていう、そうそう。いや、雷門か、風雷神門って言うんですね。だって私ダンスめっちゃ苦手だよ。だって私みんなの前でめっちゃ永遠に怒られたことあるからね、ダンス を。バカ下手い。なんか覚えるのは早いんですよ、結構。なんだけど動きがちっちゃいっていうのもあるし、うまく見えないでしょ。しかもさ、なんかなんであんなに怒られたのかな、私。トラウマでしかない。本当にトラウマでしかない。何やったとか、何であんな怒られたんだろうな。私めっちゃ永遠に名前呼ばれてた。なんで怒られてたんだろう、あんなに。え、なんでだろうね。もう、え、なんでだろう。そう。え、違う違う。いや、絶対ヘラヘラしてない。私、ダンスの時ヘラヘラしてないよ。怖くてできない。怖くて多分固まってたのか。そう、ジャンプとかもめっちゃ下手だし。いや、絶対私ね。てか、マスクしてるしね、ダンスやってる時は。どんなとこだっけ？くなった、誰かいるってのとこか。ヘラヘラしてない。ヘラヘラしてないけど、なんで怒られたんだろうな、あんなに。でめっちゃね、もう、めっちゃ怒られたことあるよ。下手くそなんだよね。ニヤニヤしてますよ。ニヤ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 ってしてる。そうやろ？ぎこちないっていうか、もう下手なの。 なんか向いてないんだろうな。そう、私だ電車の中で号泣するほどね、ダンスできなくてめっちゃガーれた、ガーれた。 マジでガーれたの私、本当にもう信じられないぐらい。で、なんか渋谷に行く時に大号泣した、電車の中で。だってあんなに怒られると思ってなかったんだもん。しかもさ、みんなより私2日間もう踊りたくないよ、私は。もうガレた。 席移動します。でもね、泣いてないふりしましたよ。目つぶって下向いて、でマスクつけてたからバレないように。でも大粒の涙が溢れてきてた。もうステージ立てないやと思って。 もうあとステージ立てないと。で、なんかリハーサルの時もめっちゃビビってましたね、怒られるの。盆踊りぐらいしかできない。うまくごまかした。私さ、昨日、私ね、ちょっと聞いてみんな、私昨日ね、電車の中で大爆笑したの。で、私イヤホンつけてさ、自分の動画見てたんですよ。なんか私結構なお調子者で、なんかお家で相方の龍が、双子の相方の龍さんが私にカメラを向けてきたんですよ。 そしたらなんか私さ、変なダンス踊ってて一家でね、それをなんか送ってきたの、龍さんが。みーちゃんマジで変な、面白いんだけどみたいな。でマジで私自分のダンスがなんかキモくて面白くて、キモくて面白かったんですよ。 で、まず大爆笑しちゃって、自分の動画見て。 最初なんかスタバのも美味しそうに飲んでて幸せみたいなこと言ってたんですよ。 そしたらなんか突然音楽がかかってきて、めっちゃノリノリで踊ってて。 で私イヤホンつけてるから電車の中で笑ったことに気づかなかったの、2秒ぐらい。いや、ダメ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 、マジで。もうファンゼロになっちゃう、本当に。もう自分見て爆笑したんですよ。そしたら、そう、キモシロイだった、マジで。で、私、自分で笑ったのに、笑ったけど、イヤホンつけてるから笑ったことに気づいてなくて、声が入ってこなかったんです、自分の耳に、自分の声が。だけんか、2秒ぐらいして、マジで、無理やりごまかして咳払いしたんです。みたいな。 すごくない？
なと思ったもん、自分で。あんなうまくごまかせると思わんかった、私も。最初なんかもう結構がっつり笑っちゃったんですよ。えな、いや、あははと言ってないけど、あははみたいになって、そっから咳払いしてなんとかごまかしたんだけど、もう隠しきれてなかった。1.8秒ぐらいかな、1.83ぐらい、ごまかしてないかな。でもなんか女の人ばっかりやったさ、なんか出た、なんか顔とか動かさずに隣の人が目だけ見てきたけさ 目だけ見とること気づいとるわって思ったけどね。なんか目だけでギョロってしてきたさ、怖い、怖いのは確か、怖いのは私だね。なんか声は出てないんですけど、なんかもうなんか息みたいな みたいなことは笑っちゃったの。視線感じたよ、もう。やめてほしい。あ、確か。やめてほしいわ、私が。てか、タイミング悪いよね。ゼンリーでさ、私がさ、電車の中におることぐらいわかるやん。今送ってきたら笑ってしまうやん。リュウさんが悪いことにしよう。声が元気じゃない。なんか元気出てきちゃった。そう、声。そう。便利だよ。 TikTok あげたら、 TikTok あげたらもうみんな笑わせてしまう、電車の中におる人全員 あ、久保くんだらけになった、ありがとうございます。え、すごい、注目ライバーだって、嬉しいな、ありがとうございます。注目ライバー、私ライバーだ 嬉しい。バズるかな、いいねはしません 笑い方がアホやもんって。アホだよね。ゼンリー早く入れさせてよ。ゼンリーって便利だよね、ほんとに。お見ての TikTok まだ？えへへ、みたいなやつ？ なんだっけ？えへへ、名前呼んでくださいってやつか。え、合ってます？今の。何やったっけ？はじめまして、私。てれてて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 て
ね。ゆういちろうさん、こんにちは。チュンチュン。見て、今出したらブズ。パズルよ、パズルんかい。ああ、それか、それそれ。おみてんって言います。オッケー、撮ってみようっと。撮ってみよう。ねえ、私さ、おみてん待っとって。ああ、それか。なんでわからんさ。私がオンチやけんかな。ねえ、私なんかニキビできた。ニキビできたんです。信じられないぐらい。ニキビできたの、本当に嫌だ。治ればいいな。アフレコ期待。アフレコって何ですか？自分で声出すのか、あれ。そっかそっか。やってみようっと。こんにちは。おにぎりです。おにぎりです。鼻の下嫌だね。嫌だよね。すっぴんだよ、めっちゃ。ドすっぴん。あふれた子供。あふれ子。どこにあふれとるさ。声出さないと見る点になるやん。あ、そっかそっか。お見点にすればいいとね。なんか恥ずかしいな。なんかちょっと恥ずかしいかもしれない。出すときみんなに言わんかもしれん。言うよ、絶対。ふざけてるやろ。ふざけてます。いつもふざけてます。今日私イヤホンつけて配信してるんですけど、声よく通りますか？どう？ニキビが喋ると人面。なんて読むさ、漢字難しすぎる。下書きに家に残ってさ、していかんといけん。めっちゃいい感じ。よかった。なんかイヤホンつけてみたっさね。近くにあったっけ。気づかんやったと。はっきりと聞こえるよ。よかった。うるさいぐらいに。うるさい。常に声でかい。でかくないとよ。電話してるみたいって。マジで？おかえり。今日はどうだった？ 電話ってどんなこと話すとかな。おかえりとか言わんか。お疲れ。今日もお疲れ。
イヤホンなんだよ、やめろや。ああ。吐血したって。吐血しないでー。そうした原因なんですかって言われて、野辺みずきが奇声を上げたからです。鼓膜破れたって。やめて、ごめんなさい。ごめんなさい。そんなみんなさん。鼓膜破れた、本当にごめんなさい。親が開けるから。みんなそんな大きな音量で切ってるんですか？いや、マジか。あ、こんなちっちゃい声で話します。マスクつけて喋ろうかな。日本代表選手にすいませんでした。皆さん今までありがとうございました。水着ライバー失格や。半端ないって相手がイヤホン使ってるのに大声出すの、そんなんできひんやん。できひんやんってさ、大阪弁なんですか？できひんやんって。私もできひんやんって。ねえねえ、こんなんできひんやん。かわいかねえ。かわいかわ。ちょっと待って、私もちょっと浮気しちゃおう。長崎弁から大阪弁になりたい。重大発表はねえ、水着はガリガリ君の高カロリーなアイスクリームを食べ、めっちゃ美味しかったけどね。京都弁なのこれ。かわいかねえが、かわいかねえ。長崎をうらん。浮気といえばイルカさん、イルカさんといえばイルカさん。これなんて言うっけ、マジカルバナナか。いや、使えるよ。私もできひんやん。ドラマダメだった、多分来てないもん。私のとこダメだ、まだ決まってないのかな、わかんない。2月2日まで。今日2月1日か。ダメだったのか。いや、わかんない。2日までって書いてたから、ワンチャンあるかもしれないし。まさかつさん、こんにちは。山井さんもこんばんは。明日まであるか、待ってみよう。全然来なくてさ、悲しい。全然来ない、メッセージ。お清め。ゆうかさんが嘘ばかりの玉、のたまうので、まんじー。まんじーだって。2位の人なの？マジかー、マジで。やっぱ2位の人なのか。前も2位の人だったもんな。5位以内っていう時は多分2位までしかダメなんだな。そう、学んだ、学んだぞ。ユッキーナのショールームにガツガチコールでした。あ、浮気した。メモメ。今日名前呼ばれたっけ？私ですか？だから来てないの、連絡。そうかな。これがイルカだよ。みんな、どうする？ どうする？ そう、これがイルカ。開き直ってるやん。そんなんできひんやん。が思う浮気はどこから？ユッキーナのショールームでガチコールしたとこから。よしよしって。ありがとうございます。やばい、壊しそう。ねえ、コメント数だったら買ってたのにな。やっぱりコメント数じゃダメか。代わりに私がエキストラでいいけん出たい。私エキストラでいいの、本当に。テレビに出たい、テレビに出たいな。本当にかなりのカオスだったのに、どうしてダメだったの？福岡なんて行ったことないもんって。あ、博多に行ったな。まことやってんな。
なことやってんな、こりゃ。配慮したのにね。なんて思っちゃうの。そういえばさ、今日めっちゃさ、不吉なこと起きた。私のこのね、額縁、自分の名前が飾ってるね、やつ落として割ったんです。ボロボロ。どうしよう、写真載せようかな。でもさ、上手に割れたけど、あ、やばい、触ったら割れちゃう。置いとく。また水木じゃなくて水木って書いた額縁に飾った名前、ホロミーに載せようかな。あ、これはね、お母さんとの思い出のね、ものなの。やばい、壊しちゃったよ、触ったら。割ったとよ、お母さんとこれさ、とお母さんが東京に来たさ、前。その時にね、一緒に横浜中華街、横浜中華街みたいなとこに行って、なんか芸術作品みたいなの作ってもらったさ。そん時のやつ割れたの、もう。けどね、割れてないみたいに見える。よし、もう触らんとく。みたいなとこだけんかね、何やってっかな、横浜中華街みたいな名前。さらに壊れたけど、また直したけん大丈夫。 大丈夫。中身は無事ですね。だって紙切れだもん。そうで、な、額縁が割れちゃったの。額縁が割れたけん、めっちゃ大きな音したけんね、びっくりした。ガビョーンっていうのは私の感想で、 割れた時の音はガチャーンって言ったの。本当にガチャーンって言ってさ、私の額縁がね、粉々になりかけた。粉々になったんですよ、後ろはね。けどなんか表見る感じ大丈夫、治っとる。そう、見る感じね、何もなってないように見えるっちゃけどね、よく見たらね、後ろとかね、なんか木でできとったぞね、これ。知らんかったよ。ヨシキリマジでね、30センチぐらいの近くにいたの、ヨシキリが。この額縁の、ヨシキリの呪いかな。そうかもしれない。この間さ、ちょっと訂正を飛ぶって書いとくけん言うけどさ、この間昨日言ったや、チェキのさ、サインあったやん。チェキのサイン入りチェキが当たったんですよ、私。それね、いたらね、ヨシキリからのサインだった。 やばくないよ。私ずっとね、ヨシキリ、いや確かにね、そう言われてみたらね、ヨシキリって書いてあったわ、あのサイン。しかもさ、殴り書きみたいなサインなの。なんかね、もうひらがなでシュ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 ってヨシキリって書いてあったよね。なんだろう、マジで。私でも書けそう、あのサイン。マジ本当だよ。なんかね、絶対雑に書いただけやんみたいな感じ。なんかね、そんな深い意味とかなさそうな感じ。 指じゃないよ、羽がないの。羽は、指もない、指もないけど。よしきり、久しぶりに見たわ。羽だけ落ちてる。センスあるよね。そう、私もし気づかんくて、何回も練習したって聞き、嘘やろ。 あれ何回も練習したと。 めっちゃ1回で書いたように見えたっちゃけど。 面白すぎる。あんな手でよく書いたな、本当に。
に言うてんねー。もう眠いって。眠い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 。もう寝る。私は。ございます、おにさん。おやすみー。せーの。おやすみー。はよ寝てね。おやすみなさーい。寝る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